このスバ。花鳥風月。わあ、アクアすごい。芸は魂が命じるとき、おのずから披露してしまうもの。つまり今回は私の心からの謝罪だと思ってくれていいわ。全然反省してるようには見えないんだけど、まあエミリアタンが喜んでるからよしとするか。原因が分かっただけでも前進です。今後の対策も立てやすくなりますから。当面の目的は元の世界に帰るために虹色のジャイアントトードを見つけ出すことかな。ああ、私たちも手がかりを探しに行こう。虹色とはいえたかがジャイアントトード、見つけ次第我が爆裂魔法で消し去ってやりますよ。バカ、見つけたら捕まえるんだよ今回は。そしてもう一回食わせてスバルたちを元の世界に返すんだ。ねえ、聞き込みってどこでするものなの？おいおい、聞き込みといえばギルドだろ。ギルド？スバルは知ってる？ああ、異世界もののお約束だよ。こんな話ができるってのも久しぶりだな。確かに、別の異世界に飛ばされた日本人がいるなんてなんだか親近感だ。みんなも元気そうで平和だし、いい街だね。それにご飯も美味しかったし。それは食材だけでなくレムの腕もあるだろう。レムの料理は本当に美味しかった。お褒めに預かり光栄です、ダクネス様。いや、全権撤回。スバルには可愛い王女候補にメイドさん、こっちは性格に難があるやつばかり。くそー、同じ異世界転生者なのに不公平だ。このスバル、今のところ虹色のジャイアントトードに関する目撃情報は届いていませんね。それにしてもまさかそんなことが起きていたなんて。こちらから推薦したクエストなので心苦しいのですが、ジャイアントトードによる何らかの被害が起きた場合は原因を作ったカズマさんたちに弁償していただくことになりますので。はい、そうですよね、ごもっともです。起きたことをとやかく言っても仕方がありません。そうね、被害が起きる前に何とか捕まえましょう。頑張ってカズマさん。おい、自分は無関係みたいな顔してるけど、お前らが一番の原因だからな。カズマも苦労してんだな。すみません、プリーストはいませんか？うちのメンバーがおかしくなっちゃって。これは意識もはっきりしていないようだな。ダストは一体どうしたというんだ？それが私にもわからないのよ。クエストでアルカンレティア近くの洞窟に向かう途中、緑色の髪の男に会って、それからずっとこうなの。脳がこの人すごく苦しそう。大丈夫？気をつけてください。この人からはかすかに魔女の残り がします。魔女の残り画にこの症状、まさか魔女教が？魔女教？なんだかよくわかりませんが、そこはかとなく高魔族の金銭に触れるかっこいい名前ですね。かっこいいか？明らかに怪しい宗教っぽい名前だと思うけど。気にするな、こいつの感性はちょっと変わってるんだ。あの男一体何だったんだろう。変わったジャイアントトードを連れてたわ。おい、それってもしかして虹色のカエルじゃなかったか？あ、そうそう、虹色なんて初めて見たわ。珍しいわよね。ねえ、その虹色のカエルを見た場所のこと、もう少し詳しく教えてくれない？このスバ。というかこの体勢、めくれてありがとうございます。ああ、も
なんだよここは。これもこれも。来てますよ。とてもいい感じです。昨日の夜がどうしたの？もういい。